例の太田慎一郎です。ですね、まあ、このウェイコンということで、まあ、僕大学院2年生なんで、まあ、大学院入って、まあ、このサークルに入ったのが6年前ということで、まあ、そんな自分がもうちょっと卒業で、まあ、ちょっと2回目で、まあ、2年前にその大学生の時の、まあ、ウェイコンを追い出してもらって、まあ、その2年前で正直もちょっとやりきったかなってちょっと思ってたんですけど、最後にちょっと心残りが一つありまして、今からやる曲はまたその自分が2年生の時に先輩がやってた曲で、まあ、カノンロックっていう曲なんですけど、まあ、見てもらえば分かるようにギターがちょっとたくさん乗ってる曲で、ちょっとこれ一回やってみたいなと思って今からやります。で、まあ、カノンロックっていう曲はまあちょっとかなり難しい曲なんですけど、あのギターのネズミ色の服のニヤッとしてるあの人とあのホッソー君って言うんですけど、ホッソー君とあとあそこでちょっと手振ってる可愛い京野君がまあちょっと やろうということで言ってくれたんで、ちょっと今回やることにしました。で、まあ、自分が一応ギタリストなんで、そのライブとか動画でよく見るんですけど、なんか昔仲悪かったバンドたちがその20年後とかに集まって、みんなで4つのバンドぐらい集まって弾くっていうのは動画で見たことがあって、それやりたいなと思って、で、あとこのたくさんギター乗せてやるっていうのも、まあ、そのある先輩、まあね、アルファベットで言うと AY さんなんですけど、 AY さんがそのまあ OB 会、サークルで OB 会っていうのがあるんですけど、その時にまあギターたくさん乗せてやりたいねっていうのをちょっと喋ってたこともあって、で、まあ、今回ラストチャンスかなと思って今回やることにしました。で、この曲、まあ、こんだけギターたくさんいるんで、その練習始めた当初どうなるかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとみんなちゃんと練習してくれて、まあ、ここまで練習してくれた後輩と、まあ、同期とあと1名ちょっと先輩がなぜかいるんですけど、まあ、ピンク色のシャツの人がいるんですけど、まあ、本当に感謝してます。で、まあまあ、ここまでがまあカノンロックやることにした経緯 で、まあ、自分のまあブルサーへの思いっていうのが、まあ、自分はこのカサークルでやるときに、まあ、やりたいことをやってまあ楽しくやるっていうのをちょっと信条にしてて、まあ、今回この曲やるのもちょっと本当にどうなるか分からなかったんで迷ってたんですけど、まあ、とりあえずやっちゃえっていうことでやったんで、まあ、後輩たちももしやりたいことがあったら、まあ、なんかとりあえずやっちゃったらいいと思います。ご利用せばこんな感じになるんで多分大事やりたいこと欲しいなと思います。で、まあ、このサークル入って最初、まあ、演奏中とか周りの音も全く聞けないし、もう音符の長さとかも何も分からなかったんですけど、まあ、このサークル入ってちょっと成長させてもらって、まあ、自信持ってギター弾けるようにしてくれたのは本当にありがたいと思ってます。あ、じゃあこの曲はですね、まあ、ギターがこんなにたくさんいるっていうのと、まあ、ソロをみんなで立ち返りやるっていうのが見どころなんで聴いてください。カノンロックです。